ホリです。ホリです。はい。本日は、清水隆義さんのお店、うん、はい、藤京さんにお越し。お越しじゃない。はい、本日は、清水隆義さんのお店、藤京さんにお邪魔させていただいております。はい。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、前回、横浜対 PL 延長17回、お話しさせていただきましたが、次はその次の第、PL 学園で言えば45期のお話を聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。はい。体制は、河野監督、清水コーチ、うん、藤原コーチ、うん、という指導者の、うん、はい、体制が変わり、うん、はい、そこから新チームになってきましたが、そうやな、はい、うん、キャプテンが角前くん、角前な、はい、これがまたええ男で、はい、うん、まあ45期っていうのはやっぱり角前を中心とした色の濃い、はい、うん、学年やったし、あ、うん、やっぱりまあ試合をな、甲子園だけの試合を YouTube とかで見てたらわかると思うんやけど、はい、もうその顔つき、目つき、姿勢っていうのがすっごいこの、はい、出てるわな、はい、うん、決してうまい学年ではなかったと思うんやけど、やっぱり心意気というか、この男としてのその意気込み、うん、色としてはなんか清水さんに近いように、やっぱりこう言ってました、ね、染まってたな染まってたというかもう、うん、やっぱり子供と一緒で、自分の子供と一緒で、はい、やっぱり入ってきたとこから自分のそういう色じゃないですか、はいはい、教育していく上で、はい、そのえって思うようなことでもそやって思うような学年やったな、あ、俺の言葉とか、はいはい、こう打てば響くっていう、そう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 、はい、それの強い学年やったような気がする、はい、うん、だからこの前の延長17回の話で田中和則もおって、はい、角寺の学年から出てて、で田中雅彦が最後の試合の時だけど ね、 そうですね、試合に出て、はい、この2人が残ってますね、まあ残って、で角寺のチームでスタートするんやけど、はい、まあちょっとさっきもやっぱり上の学年は甲子園で試合してるけど、はい、新チームっていうのは次の大会に向けての練習をせなあかんわけで、はいはいはい、その時の新チームの練習の夏の時にやっぱり何ていうの、あんまりまあ周りでは期待というか、はい、そういうのがされてないような、ものすごくこう、まあ、比べられるというか、まあまあ毎年そうやねんけど、はい、自分らの学年はあれやったっていうふうには捉えるんやけど、まあピッチャーが上山で、はい、そのあれやってんけど、その最初の新チーム練習にしたことっていうのは紅白戦やったんや、おー、俺未だに覚えてるけど、まあ今の佐久長聖の藤原監督も覚えてると思うよ、はい、一番最初にやらした練習が紅白戦、それも自分らで取り合いさして、あ、そうなんですか、で別れて、へー、まあ力がまんべんなくなんかどうかは分からんけど、はい、もうそういうまあ大体の同じような力で別れてんけど、はいはい、それをどうしてまず紅白戦からっていうふうに、うん、まあまあ何ちゅうの、やっぱり夏、まあ堀らも分かってるように甲子園で出てたら練習試合ってできへんやんか、甲子園期間中っていうのは新チームになっても、はいはい、夏出られへんかったらもうなその時点では行さんしで試合はできるんやけど、はい、結局夏出てたら試合ができてないから、はい、試合をさしたわけから、やらしたかったわけ、はいはい、でまあ紅白戦やらして、はい、6-0 か 7-0 でまあ一塁側と三塁側と分かれた、はい、まあ一塁側が勝ちましたで、ほんで罰ゲームじゃないけどさ、はい、1点何周とか言うて出られるやん、はいはい、まあランニングさすやんか、はい、その時にまあ大差でコールドみたいなもんやから、はい、負けた方のチームはあな、はい、ベランあれ何十周かしよったわな、はい、
はい、ほんならさっきも言ったようにもうガリガリの連中がお互いに分かれてるわけだから、はい、その野球がうまい下手じゃなし、はい、心意気みたいなんでやってるチーム、はい、あの学年やから、はい、この負けたチームがその悔しさ、はい、普通は負けたうわこれは相手が相手のチーム構成がこうやったから俺ら負けてんでって思うとこやねんけども、はいはい、0点で終わったチームがなんて言うたか言うたら明日リベンジさせてくださいと同じチームで、あーすごいですね、はい、同じチームでやらせてください、はい、お前らまた負けたらまた走らなあかんでってもう一回明日リベンジさせてください敵打ちたいんです同じチームでいてくださいって、はい、言うてきよって、はい、よっしゃ分かった、はい、明日 まだ同じチームで紅白戦へ、はい、なら負けたチームが走ってるとこから明日負けるかい言いながら走ってるわけよ。へえ。ほんでまた次の日やなんか想像がつかないです僕らの代表じゃあ、はい、俺の子やからまあ、はい、もう中村監督もなおられへんかったから、はい、もうどっちかもうそういうのが強いわけ俺にしたら今までは生徒やったが、はい、今度は自分の子みたいな感覚になってくるようなな、はい、まあ、はい、俺らには悪いけど、はい、お前らはやっぱりまだ中村監督がおられたからはいはいな、はい、あれやったけど僕らの代はちょっとその下の角前君らの代に対してのそのチラシを感じるそういう時代ですよねほんでやらせてください言うて次の日やはい今度は真逆に0点やった方が 7-0 かでコールドみたいなあれで勝ったんやうわしびれな俺練習紅白戦で鳥肌立ったよあこの昨日負けたチームの心意気というか意気込みが、はい、そりゃもう紅白戦じゃないよは戦いよはいはい、うん、だから相手じゃなしに自分らのチームの中で切磋琢磨して戦ってるっていう姿が俺は見えたわけ。だから真逆に今度は負け、前日負けたチームが取り返したわけよ。ほんなら昨日勝ったチームが走ってるわけ。すごいですね、そのでも子供が持つ力。そう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 。ああ、この学年おもろいなと思って。勝ち負けじゃないね。面白いって。はいそういう感覚を持たれたの俺も清水さん初めてそう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 いう目でも見てなかったし今まではははい、はい。それより今までやったらこうやってやれや、はい、ああやってやらなあかん言うて技術的なこととかさ、はい、そういうことを言うてくることの方が多かったと思うんだけど、はい、角寺の学年はそうじゃないよな俺自身ももう心構えが面白いと、はいはい、やれるってはい、思ったわけよその2日間でだからやっぱり個性的な人間が多かったからその野球技術じゃないし、はい、気持ちでいくのを選ばっていうのが多かった、はいはいはい、だから PL やからうまくなけりゃとか、はい、な、はい、こうやとかもあるかもわからんけど、はい、それ以上にこうが持っていく学年やった。これが BL や。俺らの時代の時に戻るかもわからんけど、清原の時の学年があの BL の中にカブトムシおるやろ。はい。カブトムシを取りに行ってたよ、清原の学年が。あ、そうなんですか。うん、はい。でカブトムシよく取れたよ。はい。で夏優勝してるやろ。はい。はい。だから俺ももう変なとこで。被害者の時の裏話じゃないけどさ、はい、カブトムシをいっぱい取りに行ったんやゲームカツがあるゲームカツのだ俺は、はい、生徒連れてはい、すごかったと思う羨ましいそんな時間せやから被害者の学年の親御さんなんかお前蜂蜜まで俺にくれてるほんで晩塗りに行って朝取りに行ったりなへえ。これ裏話よそんなこれ増えるであのそんな裏切りのないあの PL 学園がそんなしょうもないことされてたんですかって思うようなことよ俺みんな子供連れて
俺が先頭になって、はい、夜カブトムシ取りに行くんや、藤原も一緒に。へえ、カブトムシ取れたら甲子園出れるんや、優勝できるんや、はいはい、おるけそんなもん。バン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 蹴ったら落ちてくるかもわからん言うて、そこら中下がってて折れへん気がねて、はいはい、お口の裏のとこに。あ、そうなんですか。で警備の人はビーって回ってきてな、夜、はい、夜中やから、はい、俺次と連れて行ってほしい回収電と思ってそら警備のおっちゃん怒るわな、はい、なあ、これ何もや思うて、はいはい、ほんで俺はお前その警備のおっちゃんにはお前懐中電灯照らしてねえ、何ですか言うて、ああ清水コーチ何されてるんですか、カウト取ってますね、何でですかって、いや甲子園出れるからなおい、あほんならどうぞって警備の人もほんならどうぞって、ああそうですね、もう、あれでもいい人やったわそうですね、帰ってくださいって言われるんで、はい、そやけど俺はお前、はい、そんなん言うたらやっぱり PL の人やわな、はいはい、それやったらどうぞ、俺はお前生徒の中にはお前カブト1日行っても2日行ってもおれへんねん、そら偉いこと言うたな思ってるやん俺、はい、これ取れたら甲子園、それ平石の時やで、はいはい、平石がまだ夏の予選やってる時やで、大阪のそれは、はい、なそんなん言うてやな、親も知ってるしやで、はいはい、カブト取れたらで出れるらしいよ、甲子園で優勝できるらしいよ、で親御さんにも多分子供言うてるわ蜂蜜まで持ってくるぐらいなあ、ほんでお前行く時はお前練習終わったら昼から夕方にかけて行って、はい、折れへんかったら今度夜8時頃行って、はい、折れへんかったら10時頃行って2時間置きに行くんよ俺、で12時に行って夜中、はい、で次の日は朝4時に起きて行くんで、で掘れへんねんそれが、うわこらえらいこと言うたなって、はい、ほんで何日か経ってみんなで子供やで、はい、生徒連れてるから、はい、分かんかったな今日もで俺もイライラしてくるしだな、はいはい、ほんで諦めてる時に歩いてほんだもういいの、はい、帰ろう思てる時に俺の横になんか黒いもんが見えんねん、はい、歩いてたら、はいはい、パッて見たらカブトや普通は木におるもんやろ、はいはい、人では、はい、地道にコンクリに歩いとんねん、へえおっって言うておったー言うてカブト、はいはい、な、浜中言うて、今、明豊のトレーナーしてる明豊高校、はい、この度、選抜にも出てた、はい、今な、大分の、はいはい。そいつが1年生やな、浜中が、ね。うん、それとか、各年なの、学年、はい、上山な、今、さっきの話じゃないけど、はい、上山、はい、あれ、でかいから、木高いとこ取れるやろ、はい、お前、来い、な、でかいやつ連れて、はい、ほんで、3年生のメンバー外のやつも連れて、はい、いらっしゃる、はい、学年。はい、ほんでお前カブトおったからよっしゃー言うてみんなであの奥月便所のとこの自動販売機で俺ジュース買うたって、はいはい、なあ5、6人で乾杯してよっしゃー言うて子供らと一緒にほんだら味しめてそれからやずっとカブト取りに行って、はいはい、ほんでその時に上山な、はい、話ちょっと間延びしたけど鎖があったんよ、はい、なんかこう、こっから入って開きませんよ、みたいな鎖が、はい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 。立ち入り禁止みたいな。立ち入り禁止みたいな。はい、そこ行かな、かぶと取られへんね、はい、入らぬな。で、上山がな、まあ、立ってあれするけど、パッてまたいだよ、こうやって。はい。鎖を。はい。その時の足の上げ方がすごい良かったよ。この、パッてこうやって。はい。お前、それやい。今の足の上げ方やつ。はい。はい。カブトムシ取りに行って、またいだときのこの足が、そう。ピッチングやった。その足を、その、まあ、足上がるわな。はい。はい。それで行けて。うん。ほんで、上山ももう、そんなもん、もう言われるがまんまや。もう、な、はい。はい。
やってるかどうか別としてやで、はい、な上山でこういう遊びの中からやったらリラックスしてるやろって、はいはい、ボール掘らなあかん思ったらお前片方にしてるけど、はい、こんな遊びの中でな、はい、ヒュッてするのんてお前どうやで、はい、力いるかって、はい、何も考えてないやろって、はいはいそれやで。な、なんでもそうやで。ちょっとしたことでヒントになるんやから。はい。それでいけで。はい。そっからカブトムシ取れる取れる。へぇー。絶対甲子園行けるで。はい。こんだけ取れたら。はい。ほんだ子供らももう買っていくし。はい。はい。カブト取れたら。はい。どん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 カブトはお前、俺が行かんでも生徒で勝手に行ってるわけや。朝も早起きてな、俺もうええというぐらい、ほんだ勉学室カブトムシだらけや、飛ばしてブン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 で、俺が言うてるもんやから寮の先生も何も言えへんや、はいはい、俺が生かしてるもんや思ってるから、はい、子供はええもんでやで、はい、俺から言われてますって言いよるさかいに、はいはい別にそうなりますね。はい、な、あ、ほらお前勉学室入ったらブン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 飛んでる。ほんだお前甲子園出て、ほんで平井じゃの学年。はあ。まあ優勝はできへんかったけど。はいはい。うん、おおもう百貨店売りに行ったろかな思う。そんなにですか。なんぼかなこれ1個70円ぐらいかな。何匹おる。2,300おったんちゃうか、あ、そうですか。小林周平がモグラまで取ってきよった息子さんに。これがビエルや。モグラやで。こんな発泡スチロールに土入れてモグラですとか言って。おお、俺も怒られへん。はいはい、俺がはじ、はい、初めにそうやってカブト取りに行かせるもんやから。モグラはいらんけど。まあええわ置いとけ言うたらもうぐらいやな、やっぱりハプスロール破って次の日逃げてどっか行っとった。それでもその気持ちその気持ちがまあな、子供らも何でももう取れたら甲子園行けるもんやで思うぐらいの雰囲気になって、はいはい、ほんで甲子園行って、はい、ほんで横浜とまあまあやって、はいはいはい、ほんで各前なの学年やからそんな、そういう、そんな裏話なんで、そう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 、ねえ、うん、めちゃくちゃ面白いですね。もっとおもろいことあんやで、はい、ほらまだ聞かせてもらっていいですか。ヘルメットかぶって葉っぱつけて、はいはい、何なんですかそれ。何ですかそれ。おお前、おいらは必死やったや、敵がおるかもわからない。お前寮の前報復前進してやぞ、はい、俺も清水さんですか。子供らと一緒に。へえ。ほんで夏やけど蚊とか虫おったらあかん言うて長袖でタオル巻いてヘルメットかぶって、はいはい、ここに草いっぱいつけて、はいはい、敵おったらあかん言うて僕ぞみたいなもん持って行ってほんで寮の研修の前で歩行前進して藤原に車で待たしてほんだお前トレセンの前で親御さん見てるわけや。はい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 、な、はい、おや笑うてるやん。そらでも蜂蜜持ってきますよ、ね、そうそうあそこまで清水投資されるやんから蜂蜜どうぞ言うわな、はいはい、うん、ほんならみんなお前試合前じゃないけどさ、はい、行ってらっしゃい言うててこうやって生徒全員並ばして、はいはい、行ってらっしゃいカブトムシ取りに行く舞台見送ってくれんねお前。それぐらい一つになったよ。遊びやで。でも、まあ、貴重な時間、ね、まあ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 、俺もせやから中村監督おれへんかったからできたんやろうけどな。ああ、だから。監督おったら俺も怒られるかもわからんけど、お前何してんや言われるかもわからんけど。いや、一緒にそんなことをやってもらえるっていう、まずそんな感じがなかったですよ。だからめちゃめちゃ、羨ましいね、まあ羨ましいんか、そら子供にしたら面倒くさいか俺が楽しいんかっていうような 近い感じがします。まあ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 、まあ、はい、そういうふうに捉えてくれたら嬉しいけどな、はい、だからまあ特別
そういう部分があった学年やったから、今も言うように野球もそうやねんけど、野球以外で新チームになっていく前段階からもう物語が始まってますね。そう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 。ほんでまあ新チームになって、その下の46期の子がちょっとあったら、まあ45期のな、はい、PL のことも知ってるから分かると思うんやけど、はい、やっぱり新チームになった頃ってこう寮生活もちょっと荒れ出したりこうすることって多いやん、はいはいはい、新チームになった、はい、なそこでこうちょっとあって、はい、いろんなことがあって、はい、まあそれも秋の大会入ったぐらいやったから、9月もう夏8月終わって9月ぐらいかな、もう秋の大会始まるぐらいの時に、はいはい、俺が練習終わってさ、グラウンドから研修所へ帰る、はい、俺その時はちょっとチームの雰囲気がおかしかったから、子供のな、はい、入っていった時から、はい、うん、はい、なんかおかしかったんや。ほんで案の定俺が行くまでに何かあったわけよ。やりやりやって分かるやろ、その指導や、はい、その、はいはいはい、ほんで俺その前に応接室に平石と磨きを読んで、今の新チーム状態のことを聞いてたわけ、はいはいはい、いろんな問題がいろいろあるから、でまあ話聞いてからグラウンド行ったら雰囲気がおかしかった、はい、あこれはちょっとまずいなぁ思って、はい、ほなまあ練習終わって、いつもやったら外野のとこ間あの、はい、終わったらセンターバックスクリーンの横へ出て行って寮に入んねんけど、はいはい、俺その時ちょっとおかしいな思ったから外から回って帰ったんや、ライトの後ろに。そう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 、はい、ほんである選手が俺のとこへバーッ走ってきて、はい、僕らこのままじゃ納得いきませんと言うてきたわけよ、はい、何がや、いやもう僕らはこうで納得いきませんと、はい、よっしゃ分かったって、はい、2年生全員集めで、核戦区なのがね、核戦区なのがな、そうそうそう、ひろゆきとかみんな、はい、あの集めろ、はい、で集めて、はい、お前ら男やったら見返さんかい、男言うのはグダグダ言わんと見返すんや、それが男や、ほんだはぁ、わかりました、あグダ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 あれせんと見返せて、はい、とにかく心意気言うのはそういうことを伝えて、うん、ほんで、はい、野球のことで言うたら絶対に3人で終わって帰ってくんなと、点取れんでもとにかく3人で帰ってくんなと、はい、ほんでピンチあったらチャンスある、チャンスの後にピンチあると思うなと、なんぼ点取られても我慢で、はい、ほんでチャンスあって次の回守りに行ったら、ああ嫌やなって思うなと、ああおいらええ攻撃したんやから、はい、こんでええんやと思うようにせえって、はい、だから要するに心構えばっかりを伝えたわけ。ああ。はい。あら、秋はそのまま優勝大阪でする。はい、大阪大会優勝。近畿大会は優勝する。はい、この時明治神宮大会か。うん、あれは日大三高に負けたんちゃうかな、はい、確か、はい、うん、あの、もう、あれはちょっと負けたけど。はい、ほらね。ピッチャー上山やから、もう毎回、毎試合、初回満塁なんよ。フォアボール出したりとかやったり。はい、はい。うん、はい。もう最初から満塁にしといたらええんちゃうかいうぐらい、いつも満塁なんよ。ほんで今までやったら俺も見てたら、満塁になったらもうそわそわするんよ。うわぁ、まだ点取られるんちゃうんかと。はい、はい、はい。で、あの学年だけなんとも思えんかった。あ、もうこんなもんや。点取られるのと、ランナー出てるのが、毎回、あの横浜戦でもずーっと先頭バッター出るとかさ。そうですよね。でもみんななんかいつものような、まあ甲子園の時やったらもうこれがおいらの戦いやって思いながらやってるから、甲子園の時はね、もう秋も近畿大会もそんなんやったから、別に慌てることなく普段の自分たちの野球やというような感じで見れるはずやね。点取られても取られても取りゃいいいいよ、そういう感じですよね、取ったるよって、はいはい、取れなかったら僕らは負けですよってそれぐらい腹くくってやりますよって。やっぱ宇高、光武、小林の、うんうん、大輔のバッテリーのこの40期の、うん、ご自分らがさせてもらった野球と、うんうんうん、これ全く色が違うなと思って、うん、だからそこが
俺前にも言うたかも分からんけど、お前らの時に選抜で勝って夏金プリ1対0で負けた時に打てんかったと、はい、俺確か負けた後、はい、大広まで言うたと思うね、はい、打てるチームを作るようにするからって俺は確かお前らの最後に広まで言うたと思うんやけど、はい、やっぱりあの時のお前らの夏予選で負けた時に、はいはい、もうちょっと打ててたら夏の甲子園も出れてたやろし、はい、出たやろし、はい、優勝もできるかもから、はい、ピッチャー良かったしな、守り良かったから、はい、それはもう、でもやっぱり新チームの時からお前らの時の話に戻るのはあれやけど、やっぱりお前らはどっちか言ったらもう守りのチームやった、はいはいはい、もうピッチャーを中心にしたチームを作ろうと、はいはい、やっぱ作る時でそういうの方針ありますもんね、やっぱそのカラーの色じゃない、ね、作るやんか、はい、福留めの時はピッチャー前でやったから、はい、なやっぱり打たんと勝てんと、はい、点は取られるやろと、だから打てるある程度点取れるチームを、はい、福留めを中心にして作らなあかんと、はい、やっぱ案の定そういうふうなチームで勝っていったわな、はい、まあ優勝はできてないけどな、はい、甲子園では、はいはい、次の年もなこれは絶対的な態度とかそんな別として前かっていうのがおったから、はいはい、それを中心にまあこれもバッターもはい、4番やったし、ね、はい、こうして、はい、で次の年は近畿大会まで秋行ったけど、はい、日高中津で、はい、な同じように勝って、はい、話題性で選抜行ったから、はい、うちは出られんかってんけど、はい、で夏はまあ負けて、はい、で平石の学年、はい、春夏出て、これはもう総合的なまとまりじゃないけど、はい、打つ方もピッチャーもまあまあそういう風なチームにできるように持っていこうっていう、はい、そこに田中和則っていうのをこう加えて1点でも取れる野球をしていこうと、はいはいはい、それが積み重なってこうなるっていう色やんか、はいはい、ほんで各全裸の学年は男行きのその心構えのこの息越しでこの意気込みでいこうという学年や、はいはい、なんぼ点取られても取り返すとやられたらやり返すという学年や、だから俺はあの学年にはお前ら明治だって明治前立って明治芸言ったら田中裕之なんかもうラインまたぐぐらい前立っとるよ、はい、うーんって、はい、格好は不細工でうーんって各全裸でもまあ構えとか見てみーな、いやもうね、なんか冷静にひょんひょんってやってんの足立ぐらいちゃう、こうやって2番の、うん、あとは長山にしてももう打たれへんけど、はい、とにかくボールに加えてそれが空回りするタイプやけどな長山に、まあ、これもまたおもろいエピソードあるけど、まあこれも同社行ったからね、はい、あれやけどね、はい、あら、はい、まあもうお挑んでよくは、うん、そう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 今小林大輔に可愛がって持ってるけどなそりゃ下手な男やけどこれもまた努力でね、はい、うん、まあやった俺の手をどづいた男やけどなあいつも長山は、うん、あそうなんですか、うん、ここ振ってみー言うて手俺が出してここを言うた時に振りやった振ってみーまで言わんとここ言うた時点でバーン振ったら俺の手重くそどづいよったそんなやつおるお前すいませんすいません言うて今の長山と一緒やろ言うてそれぐらいおもろ男ね。その代わり分かるやろ、あとどういうふうになっていくかって。これが BL や。痛いわな、俺も。そうですよね。そら。不意打ちですもんね。そうそうそう。たまにいますよね、それ。たまにおんねん。ほんで俺怒ってしたら、あいつバッとそんな時に限って話せへんねん。自分の持ってるバッと。はい、ほんで俺がもう怒ってふんでやってる時にあいつ全部バットでパッパパッパよあのしたら俺のここラジオあざだらだそんなことがありますありえんすよね。だからほんで長山がもうほんまこいつが秋の大会もなこれから、はい、今新チームでなそうやって見て集めて言うてどんどん勝っていく中でな、はい、その長山いうのがサードのポジション取って、はい、な7番バッターで、はいはい、すごい活躍してくれたわけ。あもうこいつに回ってきたら789長山、はい、上山正彦、はい、あかんなってもうええねんってこれも
終わっても次の回からって、はい、もう俺もそういうふうに思えるようになってきたよ、はいはい、もうそれぐらいになると、はい、それが打つんよ。あ、ほんだら例やろなって思ってたとこに1点とかさ加わっていきますよね。うん、回でチャンス作って数乗りに回ってきて、はい、なってきたらはい3点、はい、確実に回ってきたらはい、はい、こうて、はい、これが回転がすごい裏の3-4-5かなと思うぐらいやってくれたわけ、はい、そこに6番の中尾って下級生やねんけど、はい、これがまた秋打ってくれたわけよ。あ、セカンドの、うん、はいはい、この子がねやっぱり打つのがね、お、うん、パチン、そうよ、よ新チームなんて1年の秋の時にそりゃ打ってくれたよ。うん、どうしようもないようなあの守備やってんで、あ、セカンドで、そうなんですね、うん、それはもう努力でなんとか克服して、はい、ほんでチャンスに6番から回ってくれんよ、はい、そこでパチンパチンって打ってくれたんよ。ほんであれよあれよってもうほんまにええって思うぐらい行ったんよ。俺はもうその最初の紅白での2試合でいけると思ってんやんで。はい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 、はい。だから秋はもうポン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 。俺はその結果がその秋大阪優勝、近畿大会優勝やって思うてるけど、はいはい、もう俺その2試合だけでも満足してるわけよ、紅白戦。よっしゃいけるって。はい。あ、遅いですね。いけるっていうのは、甲子園に出たからいけたとか、はい、行かれへんかったからあかんかったじゃないんよ。はい。はい、心構えというかその練習に対するその姿勢と勝負ごとに対する執着心っていうかさ、はい、よっしゃ負けるかっていう、はい、自分にも負けへんし相手にも、まあ相手なんてまあいいんだどかいしよ、やっぱり自分らのそのチームの中でいかに競争してやっていくかっていう、はい、そういう部分が見えたから、はい、だからいけると思う。あ、このチームはやるで。ほんで近畿大会も面白が、秋の近畿大会って準決勝か準々か準決勝かな、平安やって、はい、平安と平安とやってね、選抜も平安でやってんねんけど、はい、秋その前に秋の近畿大会で平安とやってんのよ。ああ、そうなんですね。その時にね、もう俺はもう平、まあ言うてはあれやけどな、もうとにかく行けと、はい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 、とにかく、とにかく行けと。ほんだらもうガバーンで、ほんで上山もいつもさっきから話してるようにいつも満塁とか点は取られんのに、はい、平安戦だけまたビチッと、ほんであいつ平安戦の時だけ俺に何て言ったかしてる、任してくださいって、あ、任してください、あの表情となんか感じからしたらあんまりそういうことが出てきそうにないタイプ、顔真っ青なりながらな、あ、そうですか、へえ、ほんで結果的にシャットアウトよ多分、はい、あの秋の近畿大会の時は 4-0 か、はい、何しか0やわな、ほんで 4-0、 それは選抜かな、 4-0 は 6-0 が選抜でした、ね、あ、そうか、はい、ほんなら 4-0 か、とにかく両方ともシャットアウトしてると思う、すごいですね。で、なんでかで後から聞いた、なんかチームメイト、中学時代のチームメイトやったのが平野にもおったらしい、はい、だからなんか抑えれるとか言うて自分で、へえ、ほんで俺また平安やったから、はい、終わってから近畿大会の時に嬉してな、生徒集めてありがとうと、はい、お前ら俺の男だった言うて、はいはい、あ、俺の男だった言うて、やっぱり男同士のな、はい、たとえ生徒と指導者であっても、はい、その絵を省いたら男だよ、男やから、はい、以前に現役時代のいろいろ戦いがあったわけですよね。そうそうそう。それが指導者になられてのこの戦いですね。そうそう。それをあれしてくれるのが子供らや、はい、自分の、はいはい、な、それがそうやってやってくれた、はい、俺のそのあれが立つわけや、まあ、はい、だからその格デナのチームのコーラには俺は恩義があるわけや、はい、男として、はいはい、ここが律儀なんで、そうそう、律儀なんで、俺は何も子供でも自分が恩感じてるとどうしてもこいつらのためにとかが、はい、またそういう風に、はい、なんか変なとこやで、変異かもわからんけど、おいらおいらの中でそういう思いの中でやった、はいはい、ほんで選抜を迎えて、ほんで横浜って、ね、またこれも因果なもんで、そうですよね、
春夏その前の年に連敗してこうしたとこと、はい、また連続で3回目当たると。すごいご縁と言いますか。これはやっぱり甲子園の神様がそれを見たいと言ったのか。そうそうそう、やっぱりこれが横浜と PL の、まあ、その前の年からの宿命じゃないけど、はい、こうもう決まってたような、はい、絵に描いたような、はい、あれで、ほんで俺はもう子供らにはこうやってやれああやってやれじゃないしに、はい、同じチームに3回負けたら終わりだ、お前らも男やったら先輩の敵取れという形で、うん、そしたら71回の選抜に向かっていくわけです、うん、はい、そして横浜戦、はい、いよいよ始まりますが、はい、続きはまた次回ということで、はい、よろしくお願いいたします。終わります。終わり、いや、一回もあ、そうかそうか、YouTube でちょっと一試合見て来させていただきました、うんうん、はいはい、でお互いに横浜も松坂投手の後、うんうんうん、それから上重くんらがいらっしゃった平石くんのチームの後、うん、ちょっとこう似た感じでありながら3回目の勝負ということで、はい、3回目の同じ相手に連続で当たって2回負けて PL としたら、はい、で3回目の戦いに横浜っていうチームとやれる、言うてたように格前の学年っていうのはやっぱりやられたらやり返すと、自分らが負けたわけじゃないんやけど、はい、先輩たちの思い、思いをしっかり背中に背負って、はい、この一戦を戦うという意味で、やっぱり人間は違えど、はい、同じ名前の高校に3回連続で負けるというのは、PL っていう今までの伝統、自分らの学年でしっかりと受け継いで取り返すという思いでやりなさいと。いうことで戦った試合やけどな。そうですね。うん、そこでこの試合に挑みながら、はい、ゲスト解説をされておられました。そうそうそう。もう俺はほら、勝率10割やから、はい、100割か。はい、その限界。勝率10割で。10割。10割やから。せやから、もう俺が行くと。験担ぎがあったみたいで。うん、そう、はい、清水さんが。カブトムシじゃないけど、ね、やっぱり俺は案外験担ぐ方なんよ。はい、まあ、気が、あかんだれや境にそこへ持って行って行こうっていう部分が自分であるんやろな。それまで解説されてから負けたことがないという、はい、はい、うん、あえてのこの横浜戦にゲスト解説で、ほんまゆっくり見たかってんけどゲスト解説にさせてもらって、はい、勝つっていう思いでやらせてもらってんけどな、はい、うん、はい、はい、うん、なかなかそわそわしながら、多分質問がその飛んでるような、自分はもうグラウンドになんかゲスト解説しながらやっぱりグラウンドに目いってた、はい、ずっとね、やっぱ目線がね、ここのままね、しゃべっておられました。だからね、聞かれてしても、はい、え、何言うたんかなって、あ、違うこと俺がグラウンド見ながら思ってる時があるから、はいはいはい、その時に聞かれてしてんねんけど、はい、あれ何言うはったやろ思って、はい、したん何回もあったよ。ああ、そうですか。うん、聞きはんやろそんなことより、こうやのに。だから、ちんぷんかんぷんなこと言うてんちゃうかな。あの、ゲスト解説でも。喧嘩するためのあの場所が必要なだけで、受け答えはないし。いや、そんなもん。いや、俺はもうここ座るだけでええんだから。はいはいはい。まあ、上山君どうですか、こうですかとかな。はいはい、もうそんなんはもう見たらもうええねん、そんなん。って思ってるやん。いいね、正直な心境で。そうそう。だからゲスト解説の横浜の子が俺に対したら敵なわけよ。はいはいはい。この男に勝つんやと。それをグランドでやってくれてるのは子供らが、はい。はいはい。シュッとした方が隣にいらっしゃいました。はい、そうそうそう、いうのよ。はい、ああ。またほんまに横浜っていう感じだな。はい。うん、俺は BL でもやっぱ大原やな。河内の雰囲気で。はい。やっぱりそういう、まあそれが。いいんか悪いんか分からんけど、そういう思いで戦った試合やな。あ、これが BL や。そうですね、うん、そっからその試合が始まり、うん、神戸がええの打ってるなぁ、そやけどしぶといなぁ、ええバッティング見せるなぁ、なんかね、顔の表情がすごいいいですね。そういう風に見えるやろ、なんか先輩から見ても。ちょっとね、僕らが当時の、その、
同じその高校3年生っていうので見たときに大人な感じがしましたね。角前くんにしてもそうですし、田中和則くんもそうでしょ。ひろゆきもな、田中ひろゆきくん。そうです、田中ひろゆきくん、ライト。はい。なんかそういう、ひじのだけぼーっとしながらボーンって振ってるけどな。あれもそうやけど、ようなってんで。ああ、ちょっとこう、一人だけオーラが違いましたね。オーラも何もお前、バッタ取るみたいなこと。こうやって撮ってたんやから、こうじゃないんだ。ああ。それもセーフティーバンドをトンネルする男やからな。ああ、そうだったんですね。うん。それがあの姿になるんで。パッチン、打ってましたよ。だってお前あの、BL のグラウンドのテニスコートへ掘り込んだ男やからな。ライトの。知ってるやろ ?BL のグラウンド想像して、あのネットあって。はい。ほんで、幅が、砂利道の幅が、はい。福留がよ、しょっちゅう飛ばしとった。いやいや。それがもっと奥でしょ？土手に当たるのは福留康介あったけど、はい、テニスコート行くのはあいつが初めてよ。俺が見た中でやで。でね、まあ、小早川さんとか、なんか当時、まあ、岡部さんもそうやし、はい、吉村さんもそう、左、かなんと、各伝統あるその左バッターの PL の先輩もおられるし、はい、おられるけど、はい、まあ俺が見た、俺はそれは見てないからさ、先輩らのはな。だからあの試合であそこへ掘り込んだのは七野が俺初めてだったな。すごい打球やったよ。まあ福留の万博で打ったホームランもうちで打ってたらテニスコートは行ってるやろ、はいはいはい。まあそれ以上にすごかったのが桜井やけどな。あ、研修用の屋上へ掘り込んだから、ね。うん、俺が見た中でな。えぐいっすね。いや、えぐいどころやないで。何も。まあ、センターまではそんなに広ないから、115しかないから。ほんで、バックスクリーンがあって。バックスクリーン。ほんで、5メーター、8メーターのと先に寮がある。寮ですよね。はい。3階建て。それの屋上へ。それの屋上へ掘り込んだ、スコアボードの横へ。わーはあ、俺それは初めてやったな。あ、そうですか。清原でもないんちゃうかな、これ。はあ、寮に当てんのはなんぼでもあるわな。寮に、寮です。もう遥か遠くて僕はもう、寮に当たったら甲子園でも行くんじゃないかっていう設定になってるはず。はいはい。屋上に行ってたら甲子園のここでもホームランになってるな。まあ年代は違うから話しとれるかもわからんけど、舞島できて、舞島救助してやろ、はい、あそこ広いやんか。桜井は右バッターで最初秋で新チームになった時に宇宙館にライナーで放り込んだもんな。宇宙館ですか。うん、ライナーな。はあ、変な打ち方やけど、すごかったよ。リストレーパー強いですか。まあそれは余談やから。石野からそんなになってんけど。はい、石野はそんなやつ。はい。さあ、長山くんは何ガッツマンですか。あら、もう長山くんはガッツマンよ。ガッツマン。これがビエルや。もうほんまに当たったらどうなんだ。から試合では YouTube 見てたらそんな打ってない。この試合。そうですね、横浜戦はそんな感じでしたね。気ばっかりで、気持ちばっかりが空回ってな。で、ね、でもあれが長山なよな。はい。だからさっきも言うて、あんまりこう、期待じゃないけど、はい、本人には悪いけど、もうしょうがないっていう目で見てるから、はい、ただ、チャンスの時も空振りしてたやつ、あの三振してたやつもあったけどな、はい、長山、はい、まあでも気持ちは、なんとかしてやろうという思いが、空回りして、ね。情けない三振じゃなかったですね。空回りした三振。はい、あれが長山なんや。はい。だからまあまあ、そういう中のチームやったから、学年やったから。うん、で、上山正彦がおって、はい、なほんで、和則が一番やから。そうですね。うん、だから、案外、その、面白いというか、はい、いい打線っていうか、やったと思うよ、はい、な、うん。序盤から1回は、1回の表も横浜は、前回の上の学年から残ってる松本くんっていうのがセカンドで、その子が一番バッターで。その出塁していって、うん、っていうのでまあまあ1点入る、うん、で裏の回になった時に今度は田中和則君が今度フォアボールで出てって同じパターンになっていくっていうところから試合始まっていってましたね、うん、
どんな心境で見ておられましたか。いつものパターンだなっていう感じですか。そう、はい、だから終わってみてどちらが勝ってるかのチームだよな。はいはいはい、確かに内容も大事なんだけど、はいはい、特にあの横浜戦っていうのは終わってみてじゃあどっちが、うん、ま、あのホームベースのところで効果を立ってるかっていう、はい、戦いやったと思うから、はいはい、その序盤から1点取られた、はい、はい、こうなったっていうの、はい、あんまりこう頭にない、あ、その終わった時最後がどうかっていうので、とにかくあのホームベースのところに並んで効果はい、聞かせてくれっていう思いでずっと見てたから、はいはいはい、なんか笑ってるなっていう絶対笑ってるなっていう思いで見てたから、はい、まあ、あの学年もや、まあ行きますって、はい、うん、だからそういう姿が見えてると思うよ。そうですね、あの試合見てても、そうなんかね、もうあの田中和則君もあの早々にピッチャー左に変わったんですよ。変わったな、なんかまあまあ、あのそのそこも横浜すごいなと思いながら見てましたけど、あのままやったらちょっと長いね、ちょっとそうですよね、もう長い買いに来ました、ね、早い段階で、そうあの辺がいやらしいわな、あ、うん、あ、やらしいことすんな、はい、でかなり牽制は練習してきたっぽくて、そうはい、臭そうなな、臭そうなやつで、数のえらい言うてるけどな、一発目結構ねっていう、ね、はい、もうそれもすぐさまもうね、あの和則君がアピールしてる、うん、あれはちょっと臭いな。はい。まあ、カズノリもせやからもうやっぱり自分がどういうことを求められてるかっていうのを自分の中でやっぱり分かってるし、そうせなくせなっていうのがこう出てるよな、はい、今見たら、はいはい。だからあの牽制アウトなんか見てたらもうほんまに完璧に僕でしょっていうようなもん言うてたけどな。そうですね。まあ高校野球やから、はい、何あれば。そうですね。まあだから、そういう思いの両方のその戦いっていうのそう、ね、がこうつい見れる、うん、試合やったなっていうのがあるけど、そうね、うん、だからやっぱ角田がやっぱり3番でようなタイムに行ったり、はい、チャンス作ったりしながら、ね、そうですね、はい、1番に和美君はきちっとこう送っていく足立君がおり、で 3-4-5 に続いていくっていう一のもタイムリーはい、ひろゆきがつない、勝負強いですよね、つないでな、はい、うん、だからあの辺までの、まあ中尾がちょっとあの時はブレーキじゃないけど備えに中尾らしい、中尾やったら打つやろな思うとこでちょっと凡打してるとこがあったけど、あそこはほんまやったら中尾がパサーン打ってるとこやけどな、あ、うん、まあでもその後打つんかないつ、そうですね、な、はい、宇宙から、うん、宇宙から抜いてましたね、うん、あれがランナーおるときにな、まあ、はい、あれやったり、まあ、どういうもんを持ってる子やったから、あ、長山あかんかったやろ、確か、あの試合、あの試合は、はい、うん、はい、それが長山やった、ずーっと中盤ぐらいまでは、ね、三者凡退がお互いにない、そうやな、なんかこう、はい、色をつけとる、そうですね、はい、うん、なんて食らいつくというか、はい、なんでもええから類に出るというか、そうですね、はい、うん、やっぱりそういう戦いやったように思うな、はい、うん、はい、やっぱりそこがあの前の年の春夏のあれでなんか伝統の一戦になったような感じのする3回目の選抜の格が、ね、はい、戦いやったように思うわ、そうですね、うん、見ていてすごく面白かったです、うん、試合をなんか見てたらね、なんか引き込まれましたけどね。やっぱりね、やってる方と関係者がしんどい試合いうのは見てる人はた、あの、ええんよな、あれ。ああ。引き込まれるとかさ。なんかずっとチレったい感じのやつがですね、ずーっと、お互いにあれしますし。でも、やってる人、あの、制度とか関係者らはもう、胃が痛くなるような試合やん、ね、はい、はい、そうですね。でも見てる側からしたら、なんかこう、はい、たまらんような、はい、どっちに転ぶんやろっていう。そうですね、あ、PL 行くかなと思ったら、また追いつき、はい、なんかよう似たような展開になっていってん、そね、その夏の。そうです、そうです、そうです。はい、まあ、春の時もそうやし、夏なんか特にな、17回の延長の時でもそうやったと思うよ、ね、はい。ちょっとこう、優位に PL が進んでいるような感じもありつつですけど、うんうん、ポンと同点に追いつかれるっていう、うん、なんか編集者おるんちゃうかな、言うよ、ね、そこまでうまいこと、はい、なんか17回の 再現化みたいなな、そうです、そうです、風になっていくやんか、はい、結局は、はい、
バックホームに帰ったやつも背中に塗ったとかね、偶然なんでしょうけど、なんかそういうのが、なんかやっぱり何ドラマっていうか、ね、はい、やっぱりな、作ったもんじゃなしに、はい、ね、あれが生まれていくのがすごいな、戦いの中にドラマがあるんやろうなって、はい、人には書けんな、動いてるドラマっていうのはやっぱ最高なもんがあるんやろうなっていうのは感じたわな、はい、うん、そうですね、うん、それを演習したのは俺みたいなもんやけどな。何、いやもう、いやいや、もうね、紅白戦から始まり、そうそうそう、流れ的にはな、ね、それでこうなるんだよっていうような、はいはい、ゲスト解説座らされた時点でもうなんか俺もまあ言うたあれみたいなもんな、橋田壽賀子みたいな脚本を、はい、な、はい、これカットでもええで編集しちゃうな、そんな感じやな、はい、絵に描いたよ、そうですよね、これがビエルや、最高の、まあ、ほんまにそういう戦いをしてくれたな、そうですね、うん、だから延長17回のように語ることがその少ないそのあれかもわからんけど、はい、ただやっぱりそういうお互い、両チームとも先輩らのを背負いながらやってるなっていう、はいはい、両チームともな、そうですね、横浜も、はい、先輩らは勝ったにしろ、この PL に印籠を渡すんやぐらいのさ、ほんでまた先輩らみたいな試合をしたんやっていうような、はい、うん、横浜はな、そうですね、うちは、うん、もぎ取ると、3回目は負けへんと、やり返すっていうような、はい、なんかそういう風に見えて、はい、だからそういうのがやっぱりあるからいいドラマじゃない、はい、いい戦いっていうか一方的にもならず、そう、ね、どっちに転ぶか分からんようなな、あれができたみたいな、もう一個一個のところでセカンドの二塁におっても、うん、田中和則君も、うん、一塁の時もそうでしたけど、うん、引っかかりそうになってどうこうしたらすぐタイム取って、うん、もうあの中でもタイム取るのすごいね、あれ平石の真似したあのセカンドのスパイクの紐を、はい、あの結び直すの、はいはい、あれちょっと平石ちょっとそういうのしたかってんやろな、あれもなんかそういうふうに俺思ってしゃあない、かっこよかったですね、やっぱね、それを見た後輩はやっぱかっこよく見えたでしょうね、あんなことしたかったなって思ったから、はい、あれほんで NHK でもや特集でやってたから、はい、その後な、はい、あの時も、はい、せやから和則もうわーって思うだよな、はい、自分もこういう場面になったらやってみたいな、はい、ここにあそこが来たんちゃうかな思ってな、ほんでタイムかけてさ、はい、やっぱ脚本がええからやっぱ役者もいいですよねやっぱり脚本なんかもよかったも役者で決まるんだそこを勘違い、まあお互いそう思いながらやってるんやろうけどね、はいはい、俺がなええからやと思いながらやってるやから、はい、だからええもんができる、お互いそう思ってるから、はい、俺がおったからやとか、はい、向こうもそうな、選手もそう思ってるやん、はい、子供、はい、いや僕らがおったからですよって思うから、はい、ええー、ドラマができるわけであって、はい、だからあれは和則もちょっとそういうのあったと思う、あこの前来た時聞いたよかったけど、あのスパイルは俺さっき見たんだ、なんやあいつセカンドやってこんねん、あれ多分あこいつ平石のあれ見て憧れじゃないけど、はい、な、あんなとこで間置いても早せえや言うような感じやで、あれ書くでもさ。お前何今ええ感じでよ、お前ボール見送ってんのに何で間置くねんって言うような感じやったかもわからんしな、はい、うん。せやけど、まあまあ、そういうちょっとしたドラマじゃないけど、はい、この呼吸じゃないけど、はい、そういうもんを子供らがこう作っていける一番ええ舞台やんか、はい、あの甲子園っていうのは。そうですね。はい、そこで審判の人もタイムを許してくれるな、はい、お前しつこいぞって言うようなお前だあるな、あれをやっぱりあの横浜と PL やから審判の人も許してくれたんかも分かる、はい、お前だ、はい、お前靴の紐取れてないやないかで流してもええような、はい、たまにおるやんそういうこうやれんの、はい、審判の人はいいそんなもんとかいうのもあると思うんやけど、はい、あれ、はい、ちょっと PL、はい、と横浜やからあれあやってくれたんじゃないかなっていう部分も、だからもうそういうだからそういう照明の人からカメラの、はい、まあ言うたら、はい、ドラマで言うたら、はい、審判の人とか言うたら、はい、まあ言うたら、まあ、マイクみたいなのが照明と、はい、そうっすねそんな人らがやるのか、はい、やっぱりみんなに一つなってこのゲームを作ろうと、そうですね、役者が乗ったところのアドリブですからね、あの部分はな、あの、まあ言うたらなあれやんか
あのカメラへ紐とか、あのな、まあ審判の人って、はい、そんな感じや。でもそういうの人らも試合を作るという意味ではすごい大きな、一番、まあ言うたら一番大事な部分かもわからんような人たちやんか、ね、審判の人たち、はい、その人らも一緒になって、そ、ね、あの試合をなんか作ってる、はい、楽しんでるっていう、はい、今思ったらな、はい、感じるわな。そうですね、うん、はい、だからここでできた、関係できたっていうのは俺も幸せやし、はい、学校でできた生徒たちも幸せやったし、あ、勝ち負けっていうのはすごく大事な部分であるけども、はい、でも勝ち負けを度外視できる勝負が、試合ができるような場所を取れるように子供たちは頑張ってほしいね、はいはい、ああいうのを見て、そうですね、はい、勝ち負けじゃないよ、はい、こういうとこでできるんやよ、でもこういうとこでできなくても自分らで作れるんだよっていうことを、はい、甲子園だけじゃなしに思ってもらえたらな、ね、小学校、はい、中学校の子供らも、野球やってる子供らもそういうふうに思って、はい、自分らでドラマ作るんやと、はい、いうぐらいになってくれたら、そこに指導者とかさ、みんなサポートしてさ、はい、ドラマを作ろうやってなってくれたら、はい、勝ち負けは度外視できるんちゃうかなって思うんやけどな。ああ、そうですね。うん、はい、ま、勝利至上主義の話とこうね、また今つながってきましたけど、負けてもドラマになると、はい、そうですよね、うん、だからそういうのがこの試合で思ってくれて、見てまた感じてくれたらありがたいなと思うわな、はい、うん、でもどこかしらに何かそういうあの勝ち負けではない部分の何かが伝わっていた部分があったからこそ、うんうんうん、なんかこう PL を応援してくださってたファンの方が、うん、あの今でもあの続いていてくださってるのかななんて思いますね、うん、だからやっぱり次は買ってくださいよ、 PL 頼みます、あの勝たしてあげたい、はい、なあ、はい、PL がそうやって思われたらあかんかもわからんけど、勝たしてあげたいっていうその、はい、スタンドの人たちの思い、はいはい、うん、やっぱりそういう風に勝ち負けてあんまりこうあれしたらあかんかも、プレッシャーになるかもわからんけども、横浜と PL にしたら、PL が2連敗して3連戦目で 3つ目でさ、はいはい、そらもう PL さんどうぞ勝たしてあげたいな、この PL に、はい、横浜に勝たしてあげたいなっていうムード、はいはい、あれがやっぱり俺は全てやと思うよ。ああ、どちらかというと前言ったら逆パターンがどっちか言ったら多いというか、ああいうの姿が全てだと思うよ。それはなぜかって言うたら、はい、やっぱり PL のそのずっと今この話で言うてるようなやり返したろっていう思いが、はいはい、な、学年の思い、はい、そのひたむきなその心意気がスタンドの見てる人たちにもそうやって思ってもらえるようなことになったんじゃないかなと。 あ、はい、あれが俺らはそんなもんって思ってやってて、そういう姿がグラウンドで見えてたら、ああまた横浜やろねって思われてたかもわかれん、スタンドの人たち、はい、でも PL の人なりの姿を見たら、 PL 学園というのを度外視して自分らのその心意気を、はい、そのやられたら先輩らの分も返すんやという思いで、はい、グワッてこう始まる時のあの姿とか、あのあれを見たらね、はい、ああ PL さんに勝たしてあげたいな、勝ってほしいなって、それはやっぱりすごく大事なことやと思うよ、はい、そういう思いで、まあ話はずれるかもわからんけど、これから野球をされる人、してる人、小学校、はい、中学校の人たちも子供らもやっぱり親御さんが、この子らに勝たしてあげたいな、はい、この子らにこうしてあげたいなって思われるような、はい、子供になってほしい。それを作るのが、やっぱり俺は指導者と、大人たちっていうか、はい、うん、やっぱりみんなでバックアップしてもらえるような。周り見てる人の心を動かしてるわけですからね。そうそうそう、やっぱりそういうふうなね、やっぱりなれるようなね、はい、そのために俺は高校野球っていうのが、まあ、持ち上げられすぎかもわからんけど、甲子園っていうのがあるんやと思ってんね。それが PL の言う世界平和につながるって、野球を通じてね、はい、そうやって教えられた根本じゃないかなって思うね。今堀が言うように人の心を動かす、人が平和に、あ、こうやってなろう、こうやって頑張ろう、あ、この子らの姿見てこう私らも頑張ろう、俺らも頑張ろうと思えるような、はい、戦いができたら、はいはい、周りの方も幸せになっていったり、あ、意欲に変わっていったり、そうですね、これが
やっぱり PL の野球じゃないから、はいはい、そこはやっぱり何が一番か言うたら ひたむきにとにかく野球に対してやっていくっていう姿、はいはいはい、それを胸にアミュレットに手を当ててやってる姿を、はいはい、PL はやりながら戦うわけやから、はい、だから俺はそれがまあ横浜戦も大事やねんけど話それるかもわからんけども、はいはい、その横浜戦を通じてなそういうふうに感じてくれたらありがたいなって思う、はい、そうですね、うん、だから今の指導者の人たちも特に小学校の指導者の人たち中学校の指導者の人たちにはそういう部分を一人でも多く子供が作ってくれたらなって思うわ、はいはい、うん、ほんまにこれがビエルやで横浜戦やねっどれ行くどこまで行きましょうこれだからどれちゃうがな今言うてて3対3かなえいや、これ追っていった、いや、追っていった方がいいかなと思ったんですけど、うん、いや、ちゃうんですよ、清水さん、もう、この点とかこうとかもう、ええねんっていう。そうや、だから最後、こうか歌う。はい。歌うと。はい。うん、そうだ。最後、まあ、あれにします、そしたら。うん、だから5対5で、最終回。最後、最終回。まさ行こうかな、で、8回。8回か。8回ですね。うん、8回に。だから中尾くんがツーベースで出ました。そうそう。うん、ほんで、まさ彦が犠牲フライ、レフトへ行く。そうです、レフト。浅めのフライでしたね。そうそうそう、ほんで、はい、中尾が帰ってきて、背中に。背中に当たるという。返球が当たると。はい。その前に、まさ彦が8回に盗塁を刺してるやつがあるはずで、ね。はいはい。ショートバウンドバッグ。ありました。あれをずっと練習してたから。あその前に、あの試合でもう一個走られてると思うんやけど。そうですね。結構、その、横浜も PL もそうやったんですけど。うん。配球読んでというか、うん、変化球の時狙ってっていうのはお互いやってましたよね。それはあのおいらも練習でいつもはい、やっぱり変化球の時に走るっていうのは、はい、確率的に高いわけだから、はい、それをそうせよっていうのは練習でやってることだ、はい、まあ最高にはそういうふうに勝負かける時は止めに行かんと逆シングルで、はい、殺しに行けよ、はい、刺しに行くんやぞっていうことを練習させてたんが、はい、あれ8回の一番ええとこに出たわけ。ほんでまともなアウトやったやんか。あれが一番嬉しかったかな、俺。あれ結構大きいプレーでしたしね。ゲスト解説してて、よしさ。やってきたことができたから、ね。そうそうそう。特にキャッチャーやった。はい。キャッチャーまた思い入れ強いですし。そう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 、そう、はい。うん。はい。俺は、あの絵はなんかちょっとゲスト解説しながら、ああ、まだ行くやったって。ほんまで、あっとなってました。よっしゃーって。ほんまで言いたいぐらい。そうですよね。よっしゃー言うて。まだ行くなんかテレビでずっと俺の方見てるよ。あれ裏向きながらこうやって、はい、あれと癖やねあれ。試合中こうやってみんな、ワーウドー言いながらビューって見て、俺とこのこうやってやって、俺がよしってやったらもうまっすぐよ。っていうような感じ。今の攻めでどうですかっていう、何掘ったらええですかってあいつ分からんようになったらピューってこうやって向きよる。ほんで俺もスタンドやからさ、こんなんできへんよ。はい。こんなん、はい、はい。うなずくだけやから。うん、ほんであいつも、うん、心の中で叫んだものが、うん、ってはい、やってんだから、ね、うん、そういう関係やったから、はいはい、だからほんまは俺がゲスト解説であれしてんねんけど、まさにこうようちょろちょろこう後ろ向いて、俺に今言われへんやろっていうような、はいはいはい、言われへんというかそういうことできへんやろ、もううなずくだけ、ちょっと距離遠すぎますもんね。そうそうそう、ほんで変に普通やったらこううなずいたりできるけど、だからあのプレーが一番嬉しかったかな。ああ。まあ最後は逆シングルであれさ。はい。あれは。ほんで、その、裏の回やったんちゃうかな。あれ、点取ったんは。そうですね。はい。そやろ。8回の裏ですね。8回裏に取って、はい、9回。そうです、そうです。そうです。そのまま抑えて、課題してもらったっていう。そうですね。8回に、盗塁アウトありますね。そうそうそう。なんかサインがおかしかったのかどうなのかっていうので、ちょっとざわざわと横浜の方のベンチはしてましたね。通りのところがエンドラインやったのか、うん、何なのかっていう感じのなんか、うん、なんかあったかなっていうようなベンチの方はそういうふうに映ってました、うんうん、だけどあの通りのアウトは大きかったなと。大きかったね、やっぱり、はい、まあそれはチームのあれでエンドランか通りかというのはそれはあれやけど、はい、プレーとしてはね、そうですよね、あれは大きかった、大きいプレーですもんね、うん、そう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 、逆シングルでショートバウンド取ってちっといったっていうのがね、俺のキャッチャーから、昔のキャッチャーからしたら、あれはバッと止めに行く。こっちで行く。後ろへやったらあかんと思って、止めに行くことが、あの、主流というか、はい、
それをまあもう勝負かけに行く、ジャンプシングルで後ろそぼかしても、はい、もうこれは盗塁やから勝負かけに行くプレーやっていうの、はい、あれ誰に言われたら、そうやって誰、矢野さんやったんだっけ、木戸さんやったから、矢野監督か、矢野さん、うん、矢野さんと思いますね、前にそれ多分矢野さんでね、はい、矢野監督、今の阪神の、はい、に前、まだ現役の頃食事するときにそうやって言われたんだな、はい、キャッチャー勝負しに行きます、そっからショートバウンドはもう勝負行った時は後ろやってもしょうがない、もう勝負行ってるわけやから、はい、っていうことで、はい、そうやって練習、あ、サシさんがスパーンと出たんだな、うん、あれは嬉しかったな、あ、うん、だから勝負もあれやったけど、あのプレーはやっぱり嬉しかったな、はい、うん、だから何回も言うけど勝ち負けってそんな大きいことやねんけど、その勝ち負けをつける前のその戦い方とか戦う姿っていうのがすごい大事やなっていうのは思うね、はい、うん、そうですね、だからその点差のあれよりそういう一つのプレー、はい、だってそれって勝負かけに行く、うん、行ってアウトにするときはこうせえよ、こういうやつプレーでこういうやり方あるよって言ったところで、うん、それほんまのこの場面でそれをやるってどれぐらい難しいことかとか、どれぐらいのことやってないとあかんかっていうこともありますもんね、だから一番嬉しかったっていうその清水さんのコメントになるんだと思うんですけど、ほんまに自然な姿でやってきたことが勝手に体が反応してそうやってやってるっていう、はい、勝負の心があるからできるわけで、うん、ほんまそれは思った、怖かったらやっぱりこっちで止めに行ったかもしれないですもんね、そうやってなんぼ言うててもな、そうですね、うん、はい、だからそういう意味ですごいあのプレーは大きかったかな、はい、うん、まだ行く見てたら喜ぶと思うけど、はい、見てないやろな、いつも本で見とけ言わない、昔にあのロッテでいてる頃に、うん、あのサブの試合見に行ったら一緒に出てきてくれはって、ね、そうかそうか、サブちゃんが、お前ちっちゃいから一緒のやつちっちゃいやつ連れていくぞ言って、うん、また松田が連れてくれてます、ね、ほんまやな、サブローと一緒にやってたもんね、はい、そうです、はい、だからそういうあの印象やな、あの松田彦のあのプレーは大きかったな、あ、俺の中でもな、これがビエルや、では最終6対5で試合ゲームセットなりました、うんうん、その時のあらもう効果はたまらんかったね、あ、うん、まず隣の横浜のゲスト解説を見てうなずいたわ俺どうやって言うよ、うん、っていうぐらいの気持ちにさせてもらったことに対してすごいもうほんまにあ、こんで横浜に返したって、ほんま一生しかしてないんやけど、はい、返したっていうつもり、気持ちになれたな、はい、ほんまにあの 前で校歌歌ってる姿ホームランを見た時にな、はい、ずっと喋ってたように秋からその新チームからのがもうたかが半年ぐらい、8月から3月の半年ぐらいかもわからんけど、もう頭の中そういうのがブワー回ってきたよ、うん、ここまで甲子園で校歌一回歌える姿までなったっていう、もうそういう思いやったな、うん、はい、うんうん、よっしゃって、うんうん、もうほんまあのいろんなことのあった学年やったけど、はい、やっぱりそれが一番見てて、ゲームセットになった時は姿見た時に思った、あ、それだけ、ほんま優勝したかったけど、でも心意気と、うん、そういう気持ちが前面に出た台やった、そうやね、やっぱり動きっていうのは、はい、そういう学年やったな、はい、うん、はい、よかったです、はい、はい、今回は3度目の戦い横浜戦について清水さんにお話聞かせていただきました、なんかはい感動しました、はい、終わります、ありがとうございました、はい